トロ王国の旗トロ王国の独立時の範囲と2001年から2005年の県境1963年から1994年のトロ王国とルーエンズルルトロ王国は現在のウガンダ南部のバントゥー系の伝統的な王国の一つ。1830年頃にブニョロイコールキタラ帝国のオムカマニャムテクラキエバンベ三世の息子カボヨーリミ一世が自立して西部に建国したのが 始まりで、1876年には、ブニョロ王国に併合され、イギリスの軍事力を借りて1891年に、イギリスの保護国として、再独立した。首都はカバロレであったが、たびたび解明されフォートポータルとされた。主要な民族は、東部が、東炉族、西部が北に、アンバ族、中に、ブーイシ族、南に、コンジョ族である。北に、アルバート 北東に、ブニョロ王国、東にブガンダ、南に、アンコーレ王国、ジョージ湖、エドワード湖を挟みキゲジ、西に、コンゴ北キブ州、イトゥリ州と接する。ウガンダ独立時には、連邦の巡航聖国としてある程度の自治権を持ったが、1963年2月には、西部のルーエンゾリ山地のコンジョ族とアンバ族が、ルーエンゾル,ル王国として、独立を宣言し、 1> 第1次、ミルトン・オボテ政権時の1967年には、他のブガンダ、ブニョロ、ブソガなどと並んで王政を廃止された。イギリス植民地時代以降イギリス人の入職が進んだが、イデアミン政権時に追放された。1993年に、儀礼的な王政が復活され、1995年以降、世界最年少のオール・キリ4世が在位している。 ありがとうございます。